ランカスター軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。人口は2000年の国勢調査では25万291人。2005年の軍発表の推計では26万4814人で、軍庁所在地は州都でもあるリンカーン。隣接するスワード軍とはリンカーン大都市圏を構成している。軍は1859年に組織され、当初は ランカスター村が軍庁所在地だった。その後、1867年にランカスター村は元大統領のエイブラハム・リンカーンにちなみ、リンカーンと改名され、同時に州都にもなった。2002年までネブラスカ州のナンバープレートでランカスター軍の車両は最初の数字が2になっていた。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、 ランカスター軍の車両登録台数が州内の軍の中で2番目に多かったためだが2002年に同じく軍内に大都市を抱えるダグラス軍、サーピー軍と共に廃止した。アメリカ合衆国国政調査局によるとこの軍は総面積2193平方キロメートルである。このうち2173平方キロメートルが陸地で20平方キロメートルが海や 湖などの水地域である。総面積のうち0.92%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ランカスター軍には25万291人、9万9187世帯及び6万700家族が暮らしている。人口密度は115平方キロメートルで48。 平方キロメートルの平均的な密度に104,217万件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人90.07%、黒人2.82%、先住民0.64%、アジア系2.86%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.69%、及び 本決1.87%で3.37%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の39.1%がドイツ系、7.9%がイングランド系、7.8%がアイルランド系移民の子孫である。ランカスター軍に住む99,187世帯のうち30.30%は18歳未満の 子供と暮らしており、48.80%は夫婦で生活している。9.10%は未婚の女性が接待種であり、38.80%は家族以外の住人と同居している。29.10%は特許で、全世帯の8.30%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.40人であり、 家庭の場合は3.00人である。軍の住民は23.50%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が15.40%、25歳以上44歳以下が30.40%、45歳以上64歳以下が20.30%、及び65歳以上が10.40%となっている。 平均年齢は32歳である。女性100人に対して男性は99.80に見て、18歳以上の女性100人に対しては、男性は98.50に似いる。軍の世帯ごとの平均収入は41,850ベ米ドルで、家族ごとでは53,676ベ米ドルである。男性の34,720ベ米ドルに対して、 女性は25,614ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は21,265ベードルである。総人口の9.50%、家族の5.50%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の9.90%及び65歳以上の6.10%は貧困戦以下の生活を送っている。ランカスター軍は 国勢調査時には、林間市を除く地域が以下のように区分けされる。ありがとうございます。